2022年カタールワールドカップは、三笘の1ミリによって、強豪スペインに勝利、死の組で奇跡の1位通過を果たした。29年前の1993年アメリカワールドカップ、アジア最終予選第2戦、イラン戦。初戦を引き分けていた日本は、初のワールドカップ出場に向けて、絶対に勝ちたい試合だった。不動の左サイド、津波が疲労骨折、代わりに出場した三浦康稔の穴をイランは見逃さなかった。前半44分、イラン先制、最悪の展開だった。後半から、フォワードの中山と長谷川を入れて攻め続けるが、得点を奪えない。後半41分、イランの英雄、ダエがカウンターから追加点。終了間際に絶望的な失点だった。日本中が沈む中、福田のパスは少し大きかった。しかし、フォワードの中山は諦めず、スライディングでボールを残した。後半43分、中山の1ミリから執念のゴール。次につながる一発だった。